知粒市議会は愛知県知粒市に設置されている地方議会である。知粒市議会の会議等を長期間欠席した場合、または市民の信頼に反する行為をした場合における議員報酬及び期末手当の支給の特例を規定する特例条例が令和元年6月定例会で全員賛成でで可決・成立した。なお、この条例は議員提出議案として出され、 議会運営委員会副委員長の神谷文明議員が提出したものである。削減特例の内容は議員が議会の会議等を長期間欠席した場合、その期間に応じて議員報酬及び期末手当を20%から50%減額する者及び刑事事件の被疑者として逮捕、交流等された場合、議員報酬及び期末手当の支給を停止し、 有罪判決が確定した場合、不支給とするもの。地流市議会は、令和2年6月定例会に、令和2年議員提出議案第3号として、地流市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例を全員賛成で可決。なお、この条例は、議員提出議案として出され、議会運営委員会副委員長の神谷文明議員が提出したものである。 議員報酬及び期末手当を7.5%減額。金額にして、議員一人約35万円の報酬等の減額となる。報酬削減期間は、令和2年8月支給分から、令和3年3月支給分である。一人当たり、年額18万円。議会における会派に対して交付される。最大会派である、立志会より、 政務活動費の削減の提案が令和2年6月定例会の議会運営委員会に提出されたが削減案は承認されなかった。なお、確認合意事項として一人年額7万円を年度末に不要額とするように利用を自粛することが確認された。2018年7月29日執行当日、有権者数55,120人最終投票率。 49.76%、定数20人立候補者、数25人票のリンク先は、治流市議会議員名簿。2014年8月3日、執行当日有権者数52,633人、最終投票率54.05%、定数20人立候補者、数23人。ありがとうございます。